最近の私たちということで、はい、あのプライベート写真をね、はい、見せ合いっこして、うん、最近どういう過ごし方をしてるよっていうのの第3弾になります。意外と見てくれんのよね。あ、そうだね。そう、気にしてくれてんのよ、私たちのプライベートを。何撮ってんだろうっていうのはちょっとね。そうそうそう、どうやって過ごしたのかなーなんて、うん、私から。あ、春菜から。はい、お願いします。これですね、まずは。お、これちょっと広げると、うん、あー、Perfumeさん、Perfumeさんのライブ T シャツ、はんはん、マイメン T シャツっていうやつなんですけど、かっこいいね。あのライブに行かせていただきました。はい、今回のツアーはもう2回行かせていただいてまして、はんはん、最初に有明、うん、オリンピックのためにさ、新しくできた有明のそのホールがあるんだけど、うん、そこで、まあ、ライブをやる人は初めてっていう、まあ、ちょっとこけら落とし的な感じなんだけど、うんうん、その有明に行かせてもらったのと、うん、この間埼玉スーパーアリーナでやってたんですけど、うんうんうん、それにも行かせてもらいまして、うん、でその埼玉スーパーアリーナは、うん、滝沢カレンちゃんと横澤なっちゃんと行かせていただきまして、うん、じゃあ車で行きましょうっていうことになって、うんうん、で私の、ま、実家の車で、うん、の3人で行ったんですけど、春菜の運転で。そう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 、私の運転で行ったんだけど、自分でこう車運転するときに、人を乗せるときに、なんかこう飲み物とか用意しときたいタイプなのよ、最初から。くつろいでねみたいな。そうそう、あと運転にそこまで自信があるわけじゃないから、急になんかコンビニ寄りたいとか、あんまりちょっと言わないでほしいタイプ急に言わないでって思って。そうそうそう、急に言わないでのタイプだから、うん、ある程度のそのお菓子とか、うんうん、あの一口で食べれるグミとかチョコとか、うん、その日もご用意して、で車に積んで、うん、でなっちゃんとカレンちゃんと合流して、うん、なっちゃんが、うん、もう AP さんじゃないですかAP さんっていうのは番組のね、アシスタントプロデューサーの方で、うん、いろいろ準備してくださったりとか、ね、でも私はただただあの急に言わないでほしいだけだったんだけど、うん、であの車の中もね、その Perfumeの曲をかけながら大盛り上がりで行って、うんうん、いいね。でそのカレンちゃんとなっちゃんは Perfumさんのライブ初めてだったのよ。あ、そうなんだ。で2人と私、誰かのライブに行くのも初めてだったから、うん、どういう風に楽しむのかなっていうのも、うん、ちょっとまあ楽しみの一つであったっけ、うんうん、で、まあ、曲後が3曲とか終わって、うん、で MC に入った時に、うん、カレンちゃん私の隣に座ってたんだけど、うん、あーちゃんです、歌詞家です、ノッチです、3人合わせてPerfumeです、よろしくお願いしますとか言う時に、もうカレンちゃんも、うん深々もうよろしくお願いしますの気持ち、同じ部屋にいるからセミナーみたいなライブっていうよりセミナー聞いてる人みたいな、でマジですごくて、まあ今声が出せないっていう状況もあるんだけど、全部拍手でやったりとか、体でゴーってやるんだけど、なんかあーちゃんとかこう喋るじゃない、なんとかですよねみたいな、まあ、うん、広島弁でね、うん、なんとかですよねみたいな言ってたら、もう彼女がもうすっごいうなずいてて、え、ワイプ抜いてるいやもうほんとそんぐらいのリアクション、うん、体で。ありがたいことにね、関係者席に座らせてもらってたから、うん、関係者席ってあんまりこう立つ人いない。そうだね、うん、確かにね。でも私後半やっぱめちゃくちゃこうライブでこう盛り上がる曲とかになると、うん、でも立ちたい欲求が出てくるじゃん、うん、でもう私もう思わずバッて立って踊ってたのよ、うんうん、で私あの T シャツも着てるし、うん、でグッズのタオルも巻いてるわけ、うん、でわーって踊っててすごい楽しかったなっつって、うん、でカレンちゃんとなっちゃんも楽しかった、最高でしたってなって、うん、で私あのもう息をするようにエゴサする人だからさそう何の気なしに、うん、そのエゴサしたら、
関係者席で完璧に踊りまくってた大柄な人は誰だろう。春菜かと思ったけど男の人っぽかった私です。これちょっと恥ずかしかったね。解決しましたね、はい、見ててくれたら、はい、どうですか春香さんは。私は、うん、この間、はい、1人でちょっと2泊ぐらいしてきまして。おお、また1人旅へ。茨城県の土浦に泊まって、はい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 、土浦2泊土浦、そう、のホテルに2泊。へー、土浦駅の上にあるホテルなの。へー、あ、駅直結？そう、だから駅、改札出たら20歩ぐらい、うん、すぐだね。でもホテルのエントランスみたいな。へー、土浦、日帰りで行こうと思えば行けるじゃない。そうそう、行けるんだけど、だけど目的があったね、2泊。そう、そう、そのホテルにね、泊まってのんびりしたくて。へぇ、霞ヶ浦とか歩いてすぐだから、はいはい、ちょっと歩いて、うん、見に行ったりとかして、うん、で、2日目に、うん、そのつくば市っていうのが近いから、はい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 、そこまでバスで行って、うん、で、植物園があるのね、うん、実験植物園みたいな。実験植物園、そうそう、へー、っていうのがあって、うん、結構すごい大きいとこなんだけど、うん、そこでちょうどキノコ展っていうのをやってたから。何がちょうどかはわからないけど、誰かにとってちょうどだったのね。ちょうど行きたいなと思った時に、キノコ展、キノコ展、私キノコ好きだから、キノコ、いろんなキノコ、その植物園に生えてるやつを、はいはいはい、多分取ってこう展示してあったりとか、ハーバリウム、うんうん、みたいに、これガラスの中に、そう、オイルで、へえ、で、すごい広いから、うん、その植物園の中に、うん、あのキノコクイズみたいなのが仕掛けられてるのよ、うん、で、そのマップみたいなのがあって、うん、クイズがこういうとこにありますよっていうのがあって、うん、で、そこを回って答えるとなんか得点がもらえるみたいな、うん、1個目はなんかすごい難しくて、うん、知識がないと分かんないやと思って。やっぱほんとキノコ好きな人が集まるから、そうそう、クイズ作る側もちょっとやっぱ難易度高く、うん、そうで、クイズ2があって、うん、これまでここで本当に生えたことのある美味しいキノコはどれだっていうクイズなんだけど、うん、あれ？それが4択なんだけど、はい、3えのきたけに丸がしてあった。誰か来た人が、うん、丸しちゃったんだ。丸しちゃったんだね、分かったと思って。でも引っ掛けの可能性ない。あ、確かにね、うん。答えがこの看板の裏に書いてあった。あ、だから裏見たら、うん、合ってた。あ、本当のこと丸してたんだ。そうだね。あ、まあ、子供とかもみんな遊びに来てるから、うん、そんなこう丸したのかもね、分かったと思って、うん、ちょっとこれで思い出しちゃったことあるわ。あ、うん、私が小学生の時に、うん、自分のその誕生日会かな、クリスマス会か誕生日会か開いて、うん、お家で、うん、で、その当時好きだった子にもう来てもらったの、うんうんうん、で、誕生日プレゼントもらったら、その当時流行ってたウォーリーを探せ、うん、をくれて、うん、私ウォーリーを探せ大好きだったから、うん、やったと思って開いたら、うん、ウォーリーに丸がついてた。探さなくていいんだっていう。探すのが楽しいんだけどね、うん、でもそれも私は好きだったから、うん、優しいってそっちで捉えるようにした。そっちになったんだ、うん、ホテルの話するのかと思ってキノコ。本当ホテル一切関係ない。だから別に2泊したって話しなくてもいいぐらい。植物園行ってでよかった。確かにそうだね。え、そなんで土浦でのんびりしようと思ったの、うん、いや、まずそのホテルを先に見つけて。え、何が違うの？なんかね、自転車乗る人用の、自転車乗る人が便利な。自転車乗って行ったんですか？乗らないの。なんで？なんでそこ？なんか霞ヶ浦を一周するサイクリングコースみたいなのがあって、うんうんうん、それがすごい走りやすくて、はいはい、一周一回ね、うん、やってみようかなと思ったのよ、うん、
で一応、まあ、時間たっぷりあるけど、どれぐらいかかるかなと思って調べたら、だいたい初心者で10時間ぐらいですって出てきたから、10時間ちょっと途中でくじけそうって、やめて、でホテル泊まったんだよね。でその自転車でこう回る人にすごい便利な場所じゃない？ホテルの設備も、自転車置きやすかったりとか、そうそうそう、でもしないじゃん。しない。どう過ごしてたの？ホテルの中で。ホテルの中で、真ん中にずっといたわけじゃないけど、ちょっとご飯食べに行ったりとか、でも土浦の、何食べた？なんかね、梅きゅうり。どこでも食べれるじゃん。美味しかったね、梅きゅうりが。土浦じゃなくていいよね、さっきから聞いてる。でもなんか近場でちょっと一人で出かけたいなっていう時に、気分を変えたかったんだ。そう、移動時間短くて、ホテルの滞在で長く取りたいと思って探してたの。いいとこだったからまた行きたいなと思ってるけど、ね、気に入ったならね、よかったけど。確かにね、私も一人旅行ったけど、この間は和歌山と大阪、確かに移動とかね、でも私車運転できるからさ、レンタカーして行ったから、結構どこでも強気で行けるっていうか、私も電車だから、駅の上にあるとかも最高なの、バスの時間とか気にしなくていいから、ギリギリまでそこにいられるとかね。そうそうそう、これちょっとやめてくださいねっていう話なんですけど、やめてくださいね、インスタとかこう DM 来るんですよ。私も毎回その見れるわけじゃないので、その見逃してるものもちょっとね申し訳ないけどあるですけど、見れる時にこう見た時に、結構最近多くなってるのが、お金を貸してくれっていう。へー、DM なのよ、それはもちろん知り合いの人じゃなくて、全く知らない人からなんだけど、その前もその600万貸してくれとか。でかいね。でかいのよ、うん、まだその人が貸してくれなんだけど、ついこの間来たのが、お金をくれませんかって、でそれまあいろんな事情があってみたいな感じなんだけど、カレナ様、お金をくれませんか、30万くれませんか、貸してでは返せないと思ってましてくれませんか、よろしくお願いしますって来られた、何だと思われてんの。あげません。あげませんし、貸しませんので、今後こういった DM はやめていただいてっていう話なんですけど。ダメか。あんた。ダメか。あなた送ってきた。くれると思ったんだけど。いや、私はその近い人で困ってる人がいたらね、その事情もちゃんと聞いてどうするかって考えますけど、こういうのを送られる時は本当に自分のミスみたいな、努力してお金作った感じがないんですよ。いや、こっちも働いて、いやね、頑張って作ったお金ですので、そんな方にあげられませんし、もし困った方とかね、いろんな方法があるじゃないですか。そんなん来るんだね。いや、来るんですよ、それに結構びっくりしてるっていうか、確かにね、夏のことなんですけど、タクシーに乗って、でその時に、まだ蚊がいるシーズンね、半袖着てて、そのタクシーのドア閉めて行き先を言って、でシートベルト閉めて、で進み始めた時に、車内に蚊がね、って一匹いて、うわ、いると思って、蚊だから、やっぱり食べたいわけじゃない、吸いたいよね。そう、
確か運転手さん、うん、だから窓ちょっと開けたけど、うん、全然出ていく気配がなくて、うん、これやばいなと思って、うん、で30分以上かかるとこだったから、うん、どうしようと思って、うん、その後に腕見たら刺されてたの、うん、で多分その蚊が私が気づく前に刺してたの、うん、だからやばい、また絶対降りるまでに結構行かれそうと思って、うん、どうしようかなと思って、うん、半袖の中に腕を入れちゃえば、うん、はいはいはい、腕は守れるって思って、うんうん、でその状態でシートベルト締めて移動してたのよ、うん、そしたらなんか途中でふとなんかこれあのハンニバルのレクター博士みたいだなと思って自分 で、うん、で最後に記念に降りるときに、うん、その状態を運転手さんにちょっと写真撮ってもらって運転手さんに撮ってもらったの？そう、撮ってもらって、その運転席からじゃないと、うん、引きで撮れないからって、うん、その方もびっくりしただろうね。ただこんな感じに運転手さんの気持ちびっくりしなかった？え、あ、はい、みたいな。うん、びっくりしてた。え、これは何なんですか？トラックの人とかに見られたら、うん、なんかレクター博士に運んでるタクシーって思われるんじゃないかな。どんな考え？なんかちょっと楽しくなってきちゃった、ね。楽しくなっちゃったんだ。そう、うん。レクター博士が持ってる仮面みたいなやつ。うんうん、あったら、うん、つけたいなくらいのなかなかないのよ運転手さんもあの時のって思うかもね、もし見てくれたら。あ、そうだね、うん、私が撮ったやつですって、うん、なんかね、うん、そんなゆるい日々でした。